りこの八文部イコール三連符っていうリズムのこう取り方はまたおいおいやっていきますけども、まあちょっと進行などを気にしながらやってください。意外に難しいこと。じゃあ行きましょう。頭が。練習したところに絶対面白いのがあるんですよね。